世界の自動車メーカーが技術の極限を求めるフォーミュラー1グランプリレース。車の耐久性、操縦性、安全性、スピードを追求するための最も困難な、しかし最も確実な道なのです。1965年10月24日、今年の F1 レースの頭尾を飾るメキシコグランプリがロドリゲスサーキットで開かれようとしています。ホンダ F1 は世界グランプリレースに日本から初参加して丸1年目、1500cc、12気筒エンジン、ホンダ独自の燃料噴射ポンプを装備し、毎分1万3000回転で240馬力、最高時速は300キロをはるかに超えるこのレーサーに、日本びいきの6万のメキシコ観衆は温かい声援を送ってくれました。メキシコシティは海抜2400メートル、初の高地オリンピック会場として注目を浴びているところだけに、レーサーの調整にも一層厳しさが要求されるわけです。ロータスティームのジム・クラークをはじめ超一流のドライバーたちに混じって、ホンダティームのリッチー・ギンサー、ロニー・バックナムの健闘が期待されています。ディアス・オルダス、メキシコ大統領もパドックに現れ、各選手に親しく握手、激励を送られました。いよいよスタート。世界の名車に越してホンダの2台のレーサーも豪快な排気音とともに飛び出しました。1周目早くもギンサートップ、バックナムはやや遅れて9位、チャンピオンのジム・クラークは調子が出ずずっと遅れてしまいました。ダン・ガーニーが必死に追走を続けるほかはホンダを追う車はありません。遅れの車も出てきました。ジム・クラークついに力尽きて脱落。ギンサーますます快調、2位を大きく離して力走。65周335キロのコースを2時間8分32秒でただの一度もトップを譲らず見事優勝。チームメイトのバックナムも追い上げて5位に入賞しました。日本車勝つにメキシコシティは沸きに沸きました。